あ、この人か、ダルトン。さっきあんたからもスリしたけどね。よかった、ここにいたか。お前がシドニアで働いてくれたおかげで、社内の誰かがドミニオン計画について競合のインフィニティリミテッドに漏らしているらしいことが判明した。社内にスパイがいるということは、我々の仕事にミスがあったということだ。セキュリティレベルをシータ司令に引き上げる。ほう。これは間違いなくミスだが、今はその損失を埋めることに集中する段階だ。シータ司令にも唯一の例外がある。それがウラル・チェンだ。この司令のもとに彼女を調査するには、ニックスと呼ばれる特殊なプログラマーが不可欠だ。ニックス？え、ウラル・チェンって上の人だったよね。そこそこ。ここでは信頼が任務の支えになることはない。ニックスからプログラムを受け取ったら、ラウルのコンピューターで実行しろ。彼女が有罪か、匿名の外部の者として竜神タワーに侵入。つまりお前のカードキーは使用できなくなる。なるほどね。セキュリティレベルを上げて全社員外に出して、基本誰も入れなくなるけど、そんな中侵入して探りを入れろと。少なくとも我々のどちらかはな。その間、私はウラルを含めて関係のない従業員に定期セキュリティメンテナンスだと伝えて、確実に全員ビルの外へ出す。そのタイミングで私はタワーの換気システムへのアクセスを解除する。ははは。お前はそれ、お前にディスラプターの使用許可を与える。ディスラプター？武器の話？そんなことも知らないの？はい。ディスラプターは殺傷能力のない武器だ。へえ。子会社、これで相手を気絶させて逃げるチャンスを作るんだ。あ、ずっと気絶してるわけじゃないんだ。よし、誰にも知られるのよ。マダム・ソバージュの店でニックスに会え。オッケー。ノバブラスト・ディスラプター。面倒を起こさないで。これか。おもちゃみたいな武器だな。とりあえず装備して。で、さっき盗んだこの毒エクイノックス。ランダムの毒ダメージを相手に与えるって、めっちゃいいもん持ってますやん。報酬、クレジットもいいけど、この辺くれてもいいんだよ。くれないと勝手に盗むからね。マダム・ソバージョンですよ。この人か。アポはあるのか。もしないんだったら、この辺りは立ち入り禁止だ。アポあります。ああ、そうか。ダルトの使いっ走りだな。念のためにプログラムを書いてたんだ。だが竜人も知っている通り、金を払うか頼み事を聞いてくれればお前のものだ。何？ああ、でもこれな、値段交渉したところで大した下がんねえんだよな。間違いなくそれは違うね。やるだけやるけども、いいから協力してくれ。断固断る。はあ、割引してくんね。はあ、交渉できるんじゃねえの？ま、ああ、さあ支払え。頼み事ってなんだ？タワーの周りをうろつく間、もう一つワークステーションを操作してもらいたい。カムデン町の端末だ。この。はいはい。そう言ってくれて、さっき言ったようにカムデンに関してはウラルチェンのコンピューター上でこの可愛い子ちゃんを走らせてくれればいい。仕事が終わったらスレートをここまで持って帰ってこい。オッケー。あちこちうろついてうまいことを言うだけじゃないんだな。はん。ほらスレートだ。この人ハッカーか。金はそこそこ持ってるけど、ここじゃスリはできないな。ちょ、切ったね、トイレ。おいおい、街の中でも治安が悪いとこだぞ。いいことを教えてやる。バユ広場に戻らないとディサイプルズにやられちまうぞ。警告ありがとう。互いに気をつけような。俺たちドブネズミは
エブサイドストライカーがひどい連中だと思ってた。あいつらマダム・ソバージュのとこに隠れてないといいけど。ほう、マダム・ソバージュ。やつらはマダム・ソバージュの店にいる。どうだ、かなり親切にしてやったろ。寄付してくれないか。ディサイプルズのこととかいろいろあるからな。頼むよ。なんすかあんた、遠慮しとく。まあやってみるぐらいいいだろ。ボロつきがいるんですかこの町に。今多分ハッキングプログラムか何かをもらってるんで、まずこの人の依頼を聞いてやると。2500すらね、まあスリできるからケチんなくてもいいんだけどね。家が買えるまでの間は節約する。人いないよね。ポチッとな。オッケー。レオンの頂上に来てんのか。あ、ちょっと、ちょっと、あぶねえ。ブーストがあるから大丈夫。火星とかね、重力弱いからさ、ブーストでの移動すげえ楽だったんだけどね。1G 前後の惑星は、ちょっとめんどくさい。なんだこれ。ちょ、下見えんけど。あ、こっから竜神に入ります。よし。あーで、ノバブラストディスラップ感電場のコンピューター。これがね、ずっと気絶させておくことができる武器ならいいんだけど、そうではないって言われたからな。現在不法侵入中です。こんなとこに人いねえだろ。つか宇宙服脱ぐか。あと、こういうものがあるんですよ。10分間移動時の音の大きさマイナス 30% っていう。これ一旦お気に入り登録して、結構人がいそうなところがあったら、使おう。ん？これいけないな。あ、ここだ。基本全社員を外に出してんだから大した人もいないはずだが。いるわ。ちょっと怖いからセーブはしよう。際どいな。いけるか。ちょっと見られたかな。警戒はしてないから大丈夫。よし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 。このね、隠密行動中でもね、普通に足音聞かれることがあるから、3割音消せるってのは結構でかいかも。多分このフロアではないな。このフロアではないけど。わっ。
どっちがウラルだ？あ、つか、三人称視点があるじゃない。これはこれで見にくい。ダディ。もう一回名乗って。悪いけど、待って、相談に。分かってる。頼む。理性的にやらないとね。そう。いい？今回は信用するけど、次に警備隊の目に留まったら、尋問する前に撃つから。よっしゃ。これ他の警備の話は別だよな。まあ、検知になってるけど。とりあえずここはおむつで入ろう。通気口か。ちょっと待って。もうワンフロア。こうやって。これだ。ここカムデンのコンピューター。ハッキング。よし。有給休暇。こっちだった。別に、あっちは、アンロックしなくてもよかった。よし。あとは、ウラルコンピューター。金庫でもあったか？ないか。これまあ今、バレはしてセキュリティ説得したはいいけど、黙っててくれるよな、本当に。これどうやって上行くんだ？ここじゃない。これだ。よし。そい。え？なんだよ、繋がってるだけかよ。あ、ここ繋がってるやん。こっちだった。また不法侵入ね。ここは多分バレたらダメだな。この武器ちゃんと一発で気絶させられんのかも気になるけど、余計なことすんのはやめとこう。ボットがいる。ボットは見られても大丈夫だと思っていいよね。わ、明るい。ちょ、強そうなロボットいる。
ばいやばいやばい。あっ、ねえ。ちょっともう失敗したらクイックセーブでやり直そう。地に階段あったんだけど、上から目的地行けないかな。あのバカデカロボットはあの場から動かなくてとても移動できる。あ、できす。で、で。どこから見られたし。下の兵士がこっち振り向いたら上にも目線が行って、さらに奥のやつもいるしな。とりあえず警戒解いて。あ、上には登ってこないのか。これ行けそうな気がするな、向こう。後ろ向け、後ろ。後ろ向けて、こっち向くな。あ、でも真下に来んならいい。これ伏せれたらいいのにな。よし、あ、ドアある。ちょ、もうセーブ。ドアあるけど、いけんのかこれ、向こう。あれ、いけない気がしてきた。うわ、ダメかこれ。あ、待って、コンピューターだと。お、お、ユニット停止。ユニット停止といえば、俺あのカメラがあるかどうかを見ちゃいねえな。これさ、これ容疑者を攻撃。あ、ロボット。右のやつは邪魔だったから気絶させて、ちょっとこのゲージが減るのを待って、左が敵一人だけいるように見えたけど、一人だけかな。よし、なんで危険ゲージが溜まるんだ。一人いたな。ちょ、なんかゲージが安定しない。怖え。まだいたってこと？後ろに敵いねえしな、でも。いるか？
たっ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 た、いた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 。待って、あれ、撃ちに行く。あの場所。どうする？あ、後ろ向いてる。ここから撃てるか。まあ、いいか、これで。あ、スリはできるんだ。よし、行こう。ここまで、あ、ここまで全くバレずに来るなんて無理くねえか。どうやって登る、これ。よし、無理だろこれ。完全ステルスでここまで来るなんて。さらに上か。ちょっと待って、暗いな。と思ったら、こっから出りゃいいのかな。はあ、なるほど。これもう撃つしかねえな。一人いた。ちょ、見えなくなった。OK。なんだ、完全な危険状態じゃなかったけど、こっち適当に発砲してくるんか。これ、降りんといけないな。向こう、無理だな。立場が悪くなるだけよ。いや、いつからいたんだい。これもう警備に顔見られてるし、どうなんだ。日雇い警備員であることを願うわ。あ、やべ。よし、何も見てない。オッケー。ついでにこっちも見て。有給の話、プライバシーポリシー、セキュリティアップデート。あ ?S? あ、トモ？なんだよ、トモ。こいつ、ちゃんと仕事できてねえから解雇されてるだけじゃねえか。ランチ。はい。なんだよ。で、脱出。脱出ってことはこれ、ダクトがありますと。ちょ、ダクトが絶妙に登りにくいんだよな。お、バレた気がしなくもないけど、俺は脱出する。
ああ、これね、めっちゃ大変だったな。さて、宇宙服を着て、楽なのはこういうところからとっとと降りれるところだな。ニックスは、まあ、下だよな。